なんかすごい雑音が今ちょっと事故ですね。あの嵐が来ましたね。沖縄在住七七ちゃんが早速ツイキャスの方で雑音がやばいですありましたけど、ね、ありがとうございます10月20日はい、一人土なりのロッコミュージック第45回目が始まりました。おいっす。はい、先週は土曜日日曜日と、土曜日はライブを見に行って日曜日はライブに出てっていう、はい、一人土なりでしたけれどもですね、はい、どんなライブだったか、どんな週末だったかはジングルの後におしゃべりしましょう。一人土なりのロックオンミュージック。はい、どうも、沖縄で音楽活動しております一人土なりと、今日はサポートメンバーのサックス吹きのジョジョと、そしてあかりです。はい、ドラムスあかり先輩が久しぶりに登場。イエイ。はい、先週土曜日は、はい、男性さんという、うん、直也くんギターボーカル、ジュリアンちゃんアコーディオンやピアノやボーカルの、はい、この2人のバンドですかね、うん、3のワンマンライブ、はい、レコ発ワンマンライブに行きまして、はい、でサポートメンバーとしてあかり先輩も出てましたね、はい、で日曜日は、はい、一人土なりさんのライブがありまして、一人土なりさんのライブがありましたね、はい、サックス吹きのジョジョさんとドラムスあかり先輩、はい、そしてベースの純也くん、フルートのイムさん、5人編成で、うん、沖縄市のスラムバーというライブハウスで、はい、ライブしてきました、はい、うん、絶倫ゾンビーズ、その前の週の、あ、前の前の週かのゲストで来てたんですけれども、はい、あ、そっか、ジョジョさんを見れなかったんだよね、ちょっと用事があって帰っちゃったので、絶倫のライブ、あ、そうなんですよ、ね、そうそう、あと純也くんとイムさんもちょっと体調悪くて帰っちゃって、そうあかり先輩は久々の絶倫、久しぶりに見ました。どうでしたか、うん、相変わらず面白かった音は邪悪なんだけどね、始まるとね、はい、うわーって、喋ると可愛いんだよ優しさが出ちゃって全然怖くないなんか急に鼻炎になって、うん、CD 買った人の特典のポケットティッシュを自分で3個も使った話とかなんだそれ可愛かったですよ、さすがですよ。でなんかレコ発のさ、うん、あのライブだったのに、はい、絶倫ゾンビーズ、はい、あの放送の時も来なかったギターの木月さんが、はい、なんか脱退するみたいな話をしてて、で結局最近のツイッター上で、まあ、脱退じゃなくて、あの休止お休みしますっていうのに変わってたんですけど、なんか打ち上げで、うん、なん抜けないでみたいな誰かがいてじゃあ残りますみたいなのでお休みになりました。そう、木月さんとあの控え室でもお話ししたんですけど、あの、あ、すいません忙しくてってずっと言ってましたね。え、あとちっちゃい声だったねそう、僕はもうちょっと盛り上げようと思って今日レコ発っすねみたいな勢いで言ったら、あ、すいませんちょっと忙しくて体のでっかい小動物だよね木月さん可愛かったですね、うん、まあ、3人可愛いんだけどね、絶倫ね、うん、はい、で今日の1曲目なんですけど、オープニング曲は、はい、そのライブにも出てたコロノマクノスクモスケさんはちょっと流そうと思っておりますけれども、あの大切なこと読んでないんで読みますね、はい、一人土なりのロックオンミュージック。この番組は毎回ゲストを招いて音楽の話題を中心にお届けする音楽情報番組です。今夜は先日レコ発ワンマンライブを無事に終えたばかりの男性のお二人が来ております。男性への質問やメッセージなどなど待っております。メールアドレスはこちら797@fmginowan.com までお送りください、はい、懸命に一人土なりあてと添えてください。お願いします。あ、うん、はい、ま、はい、コメントも待ってます。はい、また FM 技能ではユーストリームやツイキャスで映像と音声をネット配信しております。また無料アプリのリッスンラジオっていうのでしたら、全国のラジオ局から九州沖縄をクリックして FM 技能を選曲したら、あのスマートフォンやパソコンなどでラジオとしてもお楽しみいただけますので、よろしくお願いします。ではあのコロ沼くもすけさんの曲行く前に本人からちょっとメッセージをいただいておりますので。マジですか。はい、ちなみにコロ沼さんですね、はい、無料 CDR をライブ会場で、はい、配布してて、うんうんうん、
でこれがだいたい8枚ぐらい今まで出てるんです。8枚ってすごいですね。でほぼフルアルバム10曲から9曲ぐらい入ってるアルバムなので、うん、80曲ぐらいあるってことすごいんですよ。まあ、それをもう踏まえて、はい、コロヌマさんからのメッセージ聞いてください。はい、簿記はこれでも一曲一曲に愛情を込めて作っているので、だからといってなんだということもないが、それだけは事実を伝えたかった。はい、トラコトシです。はい、ありがとうございます。コロヌマさんが出してる CD の4枚目にあたるやつを、はい、の中から一曲聴いてください。コロヌマクモスケでマイアミ。送り作曲はコロヌマクモスケでマイアミ。コロヌマさんだったんだ。そうだよ。マイアミ。めっちゃいいよ、ね。なんとかかんとかヘロインコカインとか言う。マイアミ。ジャケットをもらっていい？あ、わかんない。カミカミしてたらあれじゃない？あの CM 中はスタジオ内の声が一応聞こえている状況になっております。ナナシちゃんとか今聞いてます。4人の皆様が見ています今リアルタイム。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声で撮ってますツイキャスの。
ちゃくちゃ気になる。10秒前です。はい、ひとり土なりのロックオンミュージック。はい、ロックオンミュージック、本日のゲストは男性のお二人です。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。男性の直哉です。はい、ギターボーカルの直哉くん、はい、そしてジュリアンです。久しぶりですね。本当にありがとうございます。多分最多出場ですよね。本当にもうなんかもう3回出てますから、もうギノワに引っ越さないといけない感じ。待ってます。だからそう、本当はあのレコ発前に出てもらおうかなとも思ったんですけど、はい、今回あの出した CD がまたあの流通とかも、はい、ね、やるってことだったので、はい、じゃあレコ発終わってレコ発の感想とかも入れつつ、まあ、CD どねって展開していくんだろうみたいな話聞けたらなと思っていますけれども、はい、まずはあのどうでしたかレコ発。あ、レコ発、そう、今回初めてのフルアルバム。はい、あのなんかこの CDR では出していたんですが、うん、この業者にお願いしてやったのは初めてです。しっかりプレスしてるんですね。はい、そうです、はい、うんうん、どなしくジュリアンちゃん、どうした、うん、家庭ですか。うん、あのま、とりあえずライブ、ライブ、あ、ライブ終わったばっかりのほやほやの感想を、うん、とライブは、うん、もうあれもう忘れた。うん、あります、あります。あのとっても楽しかったです、うん、なんかやりたいことが、うん、うん、ちゃんとなんかやりたい形でできたなって思いました。うん、そう、ただなんか、あ、もっともっとやりたかったなとか、うんうん、なんかなんていうんですか、あの悔しいではないけど、うん、あれもできたな、これもできたなっていう中で、うんうん、なんか演奏面とか、うん、なんか見せ方とか、ライブ自体はとっても良かったんですけど、うん、お酒があんまり入らなくて、うん、ライブしながらってこと。そう、ライブ前とかお酒飲むの好きだったり、うん、後とか、うん、あの来てくれた人とお酒飲むの好きなんですけど、うん、なんか今までにないぐらいの疲れが来て、うん、なんかそう、いつもライブ終わったらよっしゃ美味しいお酒飲める、うん、みたいな感じなんだけど、とりあえず楽な洋服に着替えてお風呂入って眠りたいみたいな。あ、もうだあれなんじゃない、本当に出し切った時の感じなんじゃない、それって、うん、なんかナーバスでしたね、とっても ジュリアンは、ね、とっても始まる前からだったし、足立屋のご飯が美味しくないぐらい、ビールも美味しくない、ご飯も美味しくない、わーみたいな。ジュリだけとても負担が大きかったんですよ、うん、本来やらないピアノの曲が多かったりとか、そんなのもあっていろいろあって、でもうまくいったね、よかったね。そう、始まったらとっても楽しくて、うん、あら、だったらもっとお酒飲んどけばよかったよっていうか、お酒の話しかしてない。お酒飲めたらよかったんだけど、うん、でなんか思ったよりも みんな来てくれたりとか、当日ギリギリになって来るって言ってくれたりとか、うん、で、いろいろあって本当にありがたいです。で、あの男性の今まで出した CDR の中で、うん、平日の宴っていうライブ版があるじゃないですか。ライブ版、はいはいはい、あのライブ版を聞いた時に男性すごく周りもバーって盛り上がってる、うん、あれも男性らしいなと思ったんだけど、うん、今回はお客さんもすごくじっくり聞いてる中のライブだったじゃない、うん、大人でした。ね、大人でした。みんないい子だった、びっくりした。なんかしっかり歌の世界を堪能してるというか、うん、がっつり捕まえてきて来てるなって感じのライブだった。いやでも普段そういう方じゃないですよ、うん、あの来てるガタガタも、ああ、はっちゃける時ははっちゃけるしみたいな。ただこの場所がそうさせたのかなって一番思うんですよ。前のジターヌの時もそうでしたけど、あの雰囲気っていうのはやっぱりそのなんで、うん、なんでわーってなるというよりも、うん、こう座って聞くっていう感じになるなとは。平日の宴は那覇のバークラゲってところでやったんだもんね、うん、確かにクラゲはお客さんとの距離も近いし、お店自体がすごくお酒を飲ますような、うん、ごめんね、雰囲気のお店なので、うん、でまたジターヌはちょっとお客さんとの距離感もあって、うん、照明があったりとかで、うん、なんかいい感じに聞かせれてたんだはずね、うん、あのカンパションもね。だから普段こうわーってなったりとか、ガーッとお酒飲んだりする人も割と落ち着いて見てるので、うん、その点不安なところもあったし、うん、どうだったんかなって不安なところもあったりとかしてますけど、どうだったんだろうね、うん、楽しかったらいいなと。楽しかった、ね、今回 あがり先輩久々のラジオ登場なんですけれども、サポートでね、本当に
本当にもう言い足りないぐらいあかりちゃんには感謝感謝しててね。やばかったよね。やばかった、本当にすごかった、うんだってこの CD からもうサポートメンバーでこのね、うん、録音にも携わってて、うんうん、今回ドラムの曲が半分ぐらいあるんですが、うん、全部あかりちゃんです、うんはい、あドラムを叩、はい、ラーメン丸という名義でやってもらってます。でも直哉くんが叩いてる曲もなかったっけ。ドラムはあれもライブではあれもあの曲音源に関してはああそうなんだラーメン丸だった、うん、やめてって言っちゃいましたやめてって言っちゃいましたなんか最初一緒にちょっとなんかアドバイス欲しいって言って、うん、ちょっと叩いてみてって言って叩いたら、うんもうやることになって、うん、あ、そうなんだそれで行こうっつって、そう、ちょっと直哉ごめんねやめようかみたいな。でもね身近でこんねってね感触の合うミュージシャンいたら一緒にやってて、あかり先輩自体もこのラーメン丸さん自体も男性のことが好きだし、うんまあ、それはいい相乗効果が出ますよね、うん、でも嬉しかったね。なんかやっぱりレコーディングって結構長く、うん自分たち長いって言っても長くないのかな。6月ぐらいから始めて、うん、で場所もいろいろ変えてやった中で、うん、やっぱりとっても調子いい時もあれば、うん、もう始まって5分ぐらいで喧嘩とかが始まるぐらいナーバスな時とかあって、2人だったらやっぱ2人だから収拾つかないじゃないですか、うん、そういう時にあかりさんがいて、うん、なんか雰囲気よく、うん、緩和剤みたいな、本当に、本当にそういう部分でも助かって、うんなんか助かりましたそうなんですよ、いてくれるだけで、その本当に何だろうってなる人はすごいなと思います、うん、それが今回一番あかりちゃんが僕らにとっても近く寄ってくれた人だなって思ってます、うんうん、本当に。はい、もうこれ多分今リスナーの人も早く曲を聴かせろっていうか、うん、ちょっとわさわさしてるかもしれないけどね、うん、これ曲一曲聴いてもらいましょうか、はい、じゃあ直哉くん、僕が行きます。じゃあ直哉くん曲紹介をお願いします、はい、じゃあ僕ら あのアルバムのいいなりの中から、はい、じゃあ1曲まず狂ったファンぜひ聴いてみてください。僕たちあなたの狂ったファン、僕たちあなたの狂ったファン、お届けした曲は男性で狂ったファンでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ファンといえば先日のワンマンライブに県外からお客さん来てたでしょ。そうなんですよ、初めてですよ、ね、とっても嬉しかった、ね、もうなんかこういったのは人生初めてでした。なんか本当に、うん、遠征ですよ沖縄まで、はい、ライブに。でその翌日帰られてるんですよ。だから本当に男性を見に来てさっと帰ったってことでしょ、うん、はい、うん、なんかあその方名前古川さんっていう方なんです、うん、古川さん どちらから来た。兵庫県から来てくれて、古川さん顔分からなかったんですよ。そうです、ギリギリまで、うん、あお会いしてなくて、うん、そうっていうかむしろ古川さんの苗字の漢字も分からないぐらい。俺分かるよ。え古川さんって苗字じゃないの。苗字とかそうあのひらがなの名前がな、響きは知ってるけどどの古川かなと思った。川もね、三本川か完全に川かもう分からんし。いやでも、まあ、正体不明の方だったんですけど、やっと正体が分かり、うん、はい、
面白かったのが、うん、あかりちゃんが、うん、古川さん私たちもう会う前から、うん、古川さん誰だろうみたいな感じでやってて、うん、あかりちゃんが我先に見つけたような顔で来て、うん、古川さんみたいな人がいたよみたいな感じで、古川さん以外みんなお友達だから一人ぼっちで気まずいかなって思ったんですよ。だから教えようと思ったんです。でも私たち先に気づいてたんですよ。思いっきり話もしてた。そうだけど、で話せました。話せました、はい、ライブ終わってからも話せた、はい、少し話させてました。なんかチーリチーが好きって言ってました。いやいやライブの感想じゃない。ライブの感想か。楽しかったですと言ってくれたんですけど、なんでライブ見てチーリチー好きすごい変わってる、狂ったファンですさすがですね、ファンも。で、なんか言ってた、うん、ツイッターでもなんか褒めてんだかった、音源のこと。なんか言ってくれてましたね、エルビス・コステロとか、なんか古川さんが響いたアーティストの名前あげてね。なんか古川さんまた来ますって言ってくれました、うん、ライブ。でもこういうなんか本当に今まではほら周りで音楽やってる人たちも男性のライブに来たけど、やっぱりこの自分は音楽やらないけど音楽好きですみたいな人たちがちょっとずつ増えていくんじゃないかなと、うん、男性の音楽には感じるんですよね。なんかすごくロマンチックにさせる曲が多いブルーハーツみたいな感じがするんですよ。男性のメロディーのすごくシンプルだけどグッとくるメロディーに、すごくシンプルな言葉だけどグッとくる歌詞を書く、なんかこの2人の世界観は素晴らしいなと思うんですよね。ありがとうございます。直也くんロマンチックだよね。いやもうツイッターの時点で、あそうね、ポエマーだと思う。ポエマーメーラポエマーもうそうですよね。なんでしょうね。でもなんか見る角度違うなって思う時はあります。なんか信号機のパタパタとか。何ね、信号機のパタパタってなんか赤信号の時に信号機あるじゃないですか、うん、赤黄色青って、うん、あれ見て爆笑してたことがあって直也くんが。そうで、えっ、ー、と思って、うん、どうしたのって言ったら、信号機ってあの帽子のつば、うんうん、みたいについてるじゃないですか、うん、あれがまつげみたいにふさふさって動いてたらしくて、うん、それがめっちゃ面白い。壊れてたんですよ。壊れてたんです。黄色の部分だけが風で揺れてたり、取れかけのつけまつげみたいなやつがポン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 なってそれでなんか笑ってたり、なんか気づいたら誰でも笑うってあれは、うん、そっか、うん直也くんはでもあれなんだよね、角度も違うけどなんかいろんな物事をなんか全部結局は好きだよみたいな、なんか全部抱きしめてるみたいな感じがあるんですよ。歌詞のなんか歌とか聞いてるとなんかちょっとひねくれた目でも見れてるんだけど、でもなんだかんだ言ってなんか全部好きなんだよなみたいなところが、すごくあったかい、へそと書いて男性の真髄なのかなみたいなのはありますよ。それはもうジュリアンちゃんに対してもそうだし、サポートメンバーとかお客さんとか、もう音楽全体に対してもそうだし、このなんかでっかい愛はすごいなと思う、うん、でもすごいすごい受け入れ体制できてる感じしますね、なんかね、うん、いやあの直也くん自身のこのこだわりは感じるんですよ、うん、感じるけど、だからって人のこだわりを否定しないっていうか、あなんか、うん、あその見方あるねっていう感じで受け入れてくれる感じはとってもします、うんうんうん、2人のレコーディングもそんな感じなんじゃないの。あかり先輩的にはどうでしたか。あそうだ、見ててどんな感じのレコーディングでした、うん、私たちバチバチだったでしょ。次男がとりあえずお腹すいたで怒ってる女の子はね気まぐれに怒ったりとかしちゃうからね。うん、意外とお互いこの画を通したがるというか、でも、うんうんうん、ジュリーも言うけど、うん、でも直也さんもここはこのまま行きたいっていうのはちゃんと言って、うんうん、お互いちゃんとやりたいことを話してるなっては感じました、うん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 、で、歌で言えばジュリアンちゃんは歌の表現がすごく深くなったね、うんうん、本当ですか、うん、歌い回しとかが、うん、少女っぽかったりすごくお姉さんっぽかったり、うんうんうん、すごくそれこそお母さんではないけどなんかすごくおおらかな歌い方をしてたりとか、わすごいなと思って。ジュリーはなんかなんていうんですか、ふと入ってくる、ふいふなんて
何もなしに入ってくると思うんですよ、うん、ジュリの歌い方って、うんうん、だからとってもなんだろう本当無意識からなんか出ちゃってるみたいなとかなんかだからいろんな歌が歌える少ない人じゃないかなと思うんですよ、ね、そうなんか作ってる感じじゃないんだよねだから表現が増えたは作って表現テクニックで増えてるとか言うんじゃなくて、うん、なんか引っ張られてるようななんか曲に引っ張られて歌い方を出てきちゃってるみたいなでもなんか録音に関しては今回なんかそういうなんか性格を分かってくれてて、うんうん、あんまりテイクを取らないやり方を気にしてくれてた気がします、うんうん、あ直哉くんが、うん、なんか歌えば歌うほどどこに向けていいのかが分からなくなってくることあるじゃないですか、うんうんうん、なんかチャーハンとか食べてたら、うん、一口目めっちゃチャーハンうまいだけどなんか分かる 5口目ぐらいからなんか分かんないけど美味しい、うん、美味しい、美味しいみたいないとりあえずまあ多分分かったからねそうそうみたいな感じであけぼのラーメンのチャーハン最後まで、ねうん、今あけぼのラーメン行きたい人見たよ今見てわさってだったなんかそういう感じでなんか自分の本来のこの目的っていうのもあんまりないけどここに行きたいっていう直感が鈍るからそれをさせないためになんか結構あいいんじゃないみたいな感じであんまり言わないでやってくれました、うんうん、でも実際繰り返せば繰り返すほどなんか疑心暗鬼になっていいよ、うん、本当にいいもん出てこないかなんか純粋さが減っていく感じがするよね、うんうん、不思議ですよねあれ、うん、あれ分かんなくなりますよね、うん、なるそうなんですよね、うん、でまたいろんなとこで今回撮ったんでしょ録音 CD はい、はい、本当にいろんなところで撮ったよね、うん、ジュリーのお家だったり、うん、それこそジターヌさんだったり、うんこの前ワンマンやったジターヌでポコタウンでも撮ったポコタウンでも撮ってるよねポコタウンでも声撮ってたりとか、うん、あと名護でも撮ってます名護はい名護のなんかいとこのお家合宿したって言ってたやつそうはいあのアジサイが見える時期にアジサイを見てね、うんうん、その後に撮ったり、うん、そう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 であとあのギノワンそれこそギノワンで言えばあのグリスタ森吉さん、うん、上地敦也さんとかも録音で撮られてるところで、うんはいはいはい、ところで歌だけ撮ったりとかしてます、ね、あ今日だっていう時にいいところで撮らせてもらうだから本当に予約とかもすごいね、うんまあ、それでも一番いいかもね、うん、そでも予約とかしてないんで迷惑かけてるんですよ今日どんなですかいいですよかったらできますかみたいなぜひ大丈夫です、ね、あ、 ありがとうございますって言ったりとかって感じでしたけどだから縛られてなくて気持ちよかったね、うん、合ってるのかもしれないね、うんうん、じゃあもうちょっともう一曲聴きましょうよ、はい、今日は3曲流す予定で、はい、いますので、ね、次はですね、はい、ラーメン丸さんがもうバチッとハマったドラムで本当に僕はジュリもだけどこれ気に入ってるね気に入ってるね、演奏1曲、うん、入りみんなが入るとことっても気に入ってます、うん、はい、イゲーパーキングエリアっていう曲です。はい、知らせた俺の昼の顔はトラックやろうさ朝の積み込みの時点で今日は疲れちまったんだ早めのお昼を取ろう私の海の向こう湖畔と構える石器基地が俺の気持ちも熱活させてくれたのに西の山の向こうから銃声が響いた俺は君だ
お届けした曲は男性でイゲーパーキングエリアでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャスの方にメッセージ来ておりまして、マキちゃんぬさんが初見ですってことでコメントくれておりますけども、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ひとりつちなりのロックオンミュージックという番組で、で今日はゲストで沖縄でライブ活動音楽活動してます男性という2人組のバンドさんが来ております。はい、うん、アコーディオンピアノ歌のジュリアンちゃんとギターボーカルの直也くん。はい、どうも。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で沖縄在住ナナシちゃんもメッセージ来ておりまして、音源はライブ現場以外ではどこで買えるんですかとのことですので、あ、はい、流通が11月の9日から始まって、うん、はい、うん、そう発売日自体がそうだね。そう、うん、そう、そうなるんだ。そうやったら多分いろんなところで買える、買えると思うんですけど、うん、あの沖縄でしたらぜひともポコタンか、うん、あ、沖縄市のポコタン、ネバーマインド、うん、で、うん、あのお世話になった、あのデザインとか、うん、あと録音とかでお世話になった場所なので、うん、あの早く先行っていう形で、でも買いたいよね、もうすぐ買いたい人はいっぱいいるはずですから、うん、だから全然僕らに直接連絡してくれてもいいですし、車で届けに行きますよ宅配、はい、今もゼロ前回宅配やったら結構大変だったんですよ。あのあれでしょ、あのワンコイン貯金っていう、はい、5曲入りの CD、はい、小座、こ北は小座から、はい、南はあっちはどこ、ね、南はあっちはどこ、こちんだまで1日で行きました。そう、私のところにも来てくれましたね、はい、ありがとうございます、はい、いろいろ経由して、ね、あれもいい CDR ですよね。 ありがとうございます、宅配します、はい、なので小座でももしよかったら、うん、あの見てみてください、はい、お店に遊びに行くついでに、はい、男性の CD いいなりというアルバムが出ます。12曲入りで、はい、こちら いくらになってますか。税抜きの1500円です、はいはい、となっておりますので、うん、はい、もうすぐ発売ですからね、はい、よろしくお願いします、はい、でなんかライブ情報がいろいろ決まっているそうなので、はい、はいはい、今月はですね、うん、10月の30日に、はい、来週、はい、ヒューマンステージで、うん、あの幻の宴っていうヒューマンステージ側の企画のイベントがありまして、うんうん、で僕あの中のこのライブステージ上と外でやるアンプラグドっていう普通ステージであって、うんうん、いろんな本当になんか出演バンドがいっぱいいるやつですか。そうです、すごい。で今回ヘイスケアイラブユーっていう、うん、あの僕らの友人の方々から僕らは声かけてもらって、で一緒に出ますということで、はい、あのヘイスケアイラブユーってあれ、あれです、あのマルコエンドのギターの方とメサブギーズのユニットがやってる、はい、ヘイスケなんかこの間先駆けて月曜日那覇にあるバードラミンゴってところで、うん、ちょっとだけ聞いたんですけど、うん、とっても可愛かったです。可愛かった。可愛かったです。もう素敵素敵、うんうん。なんか酔っ払い、なんか酔っ払い方が似てる2人が演奏するとまたなんかいいんですよね。でも素敵でした。陽平くんがだってもうね、ヨスカイラブユーを愛してるからね。ねまさに、ね。どんどん似てくるんじゃないかなって。全部が。ね、素敵でしたね、うん、はい、それが10月30日です、はい、で次が来月11月11日に、うん、あ、11月多いですね、はい、うん、ドラミンゴさんの桜坂、那覇の桜坂の方で、はい、うん、あの吉村さんの企画なんですが、うん、県外から2組ほどお呼びしていて、うん、で吉村さんは出れないんですが僕らを、うん、が入ってるっていう感じで、はい、あともう少し決まるのかなっていう詳細がもう少し、うん、11月12日が那覇のドラミンゴ、はい、ドラミンゴ、はい、で23日が、うん、THC ホログラムシティっていう那覇の、うん、あの那覇商業の近くというか、はい、うん、の、 あのイベントやる場所で、うん、アマゾン松田さんからお話しいただいて、うん、これも県外から新井陽子さんと、うんうん、絶対次新井真美さんじゃないよな、山田です、山田真美さん、山田真美さん、お二方と一緒に、はい、やります、うんうん、これも楽しみだね。11月23日、うん、これも那覇ですね、はい、で次は次があのバー、あ、もう12月か、12月の9日にバークラゲで、お、はい、あのヘル型の慎太郎くんが企画している、うんうんうん、骨ボンさんのライオキの、お、うん、骨ボンさんは多分こ今回で3回目くらい、うん、3、4回目になるんですけど、うん、あの自分たちがワンマンやった日にあちらさんも、うん、あ、ワンマン、あ、そう、ワンマンだったらしくて、県外で、なんかソールドアウトだったらしい、おー、なんかすごい
なんかの波に乗ってるらしくて、はい、なんか似てるようで似てない似てない 似てないようで似てる似てる何に似てる私たち携帯が一緒で、うん、ああそうなるほど。そう、ここもアコーディオンと歌とギター、アコーディオンはやってないんですけど、ボーカル一本の女性の方とアコースティックギターで歌う方がいて、うん、なんとなく似てるようで似てない、うん、でも似てないようで似てるって言われて、うん、不思議な感じなのかな、うん、とっても見応えのあるライブをする方々、うんうんうん、それが12月の9日ですね。9日にバークラゲさんで、はい、前島のバークラゲでやるんです、うん、でこの前あの、うん、ワンマンライブさせてもらったジターノさんでも12月の24日の、うん、はい、クリスマス 前夜に、うん、でジターヌ あのメウさんと一緒に、うん、あの僕らは忘年会っていう形なんですけど、ジターヌの、うんうん、その中で僕らは一応ゲストっていう形で、うんうん、メウさんと僕らがゲストっていう形で出させてもらって、うんうん、であとはもう飛び入りでみたいな感じで来てください、うん、忘年会なんで、やりましょう。わかりました。はい、はい、5本ですね、はい、今日発表したのが、はい、で男性の情報はどのようにして皆さん探しましょうかと。はい、一応ホームページ作ってみたんですよ。作ったらしいです、うん、あ、そうなの、はい、作ってみたんです、うん、あの勧められたものを、うん、勧められたものをね、はい、ホットヨガみたいな言い方するね、うんうん、はい、一応やってますいやでも、もうなんか不思議なのが、はい、ホームページって作ったんですけど、はい、なんかこう検索しても出てこないです。あ、そうそう。そうなんですよ。すぐは出てこないんだよね。あれ一応登録を。登録が必要らしいんですよ。うん、でその登録をしていないです。もういいよいいよ、うん。大丈夫。だんだんアクセス数が増えていけば。だからどうしようかなと思って。一応はツイッターとフェイス。例えばでも直也くんのツイッターのとこにそのホームページアドレス載っけとか。そうそうそう。そこ紹介文のとこ。それは やらせてもらってます。はい、やってないよ。やってるやってる。今見てごらん。やってる？今見てごらん。強気。ラジオとラジオ。ちなみにそう、直也くんのツイッターって何でワード検索したら出てくる？直也です。直也で。直也セカンド。直也セカンド。直也セカンド。僕の直也ファーストのファーストではないですけど、普通の直也のやつはなんかもう見れなくなっちゃったんですよ。自分で見れなくなっちゃった。今確認が取れたようです。やってる。やってる。リンク貼ってる。直也くんで、あとジュリアンちゃんもやってるよね。はい、焦点白っていう名前。焦点白でやってます。うん、男性の情報。はい。ぜひぜひ、はい、あ、今沖縄在住ななしちゃんが探して優しい探してくれましたね。ツイキャスの方で今どうやって抱きしめましょう大丈夫ですよ。次のライブあたり来ますんで、はい、ありがとうございます。ななしちゃんでも自分今日来てますよとか言わなさそうなんですよね、キャラ的に。あ、言わなかったです、私たちの時。あ、来てたよね。会いたかったんですけど、うんうん、こっそり帰った。でも音源まで買ってくれたんですけど、あ、そうなの？どの方か分からなくて挨拶できずに、なんか聞いてった方がいい、うん、あ、本当？あなたですかってみんなあなたですか、あなたですかみたいなじゃあもうライブハウスの鍵を閉めて一回入ったらってそうだ、ね、もう出れない感じで、出れないようにして自己申告があるまでは名前言わないと返さないよっていや僕はもう貫いてほしいですね。あ、でもそうですね、なんかバレない、うん、バレないっていうのもなんか面白いですね、うんうん、はい、ツイキャスの方に今コメントでね、在住ななしちゃんが男性のホームページアドレス載っけております、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またあの一人土なりのブログなどでも、まあ、今日のラジオの動画と、うん、あと2人のツイッターのアドレスも載せておきますのでね、はい、よろしくお願いします。しますはい、なんかもうこれいよいよ発売じゃないですか。はい、なんかありますか、このリスナーの皆さんに、うん、これだけは言っておきたいみたいな。あ、ごめんなさい、僕あったんですよ、はい、聞きたいことを、はい、あの男性のこの前のワンコイン貯金のやつもそうだし、あの個人名が出てるじゃないですか。あ、例えば今回のこの言いなりではカンちゃん、うんうん、あとワンコイン貯金の時も村上くん、あれ実在する人物、はい、はお友達ですお二方を大好きなお友達で、うん、なんか直哉は曲作る時に結構なんか会ったこととかを題材にするんですけど、うんうん、村上くんのお家っていうのは東京に住んでるパンクロッカー労働組合っていうバンドをやってるお友達のお家に泊めさせてもらった時があって、のその最中の喧嘩の時の歌で、喧嘩になってんのか、あれ、はい、あれは駅で2人で喧嘩した時の歌、険悪なムードのことを切り取った歌なんだね、はい、で、かんちゃんっていう歌は、うん、あの
男性ではほとんど直也が詩を書いてるんですが、うん、これは唯一私が書いてて、そうなんだ、唯一なの、しかも、うん、結構唯一なんですよ、うん、細かいところではジュリがやったり足したりするんですけど、完全フルで書いたのはこれが唯一の作品で、これはかんちゃんはスケーターの子で、うん、あの映像とかも撮ってくれてる人なんですけど、うん、男性初めて東京遠征行った時に一人だったんですよ、うん、私が、うん、でその時の映像を、うん、あの焼いて送ってきてくれたのを見た時の感想を書きました、実はそういう歌メロディーもジュリアンちゃん、はい、はい、歌からもジュリアン作ってやってます、そうだからなんか変にかこつけるよりはこれはこの人の歌だって思ったやつは名前でやっちゃうね、結構勝手にやっちゃうんで、やっちゃいます、だからかんちゃんだったり村上くんだったりします、だから男性の曲の中でちょっと珍しいなと思ってて、ちょっと気になったんですよ、実在する人なのか架空の人なのかみたいな、うんうん、なるほど、はい、会いに行ってください、裏話ありがとうございます、会いに行ってください彼らに、はい、素敵ですよ、面白い方々です、ね、ありがとうございます、はい、じゃあリスナーの皆さんにお二人から、はい、まあ、ライブもいっぱいこの後続いてますし、はい、また音源もいろんな人に手に渡ることを願いながら、はい、メッセージをどちらからいきます、うん、ゆりかゆりか、私ですか、うんうん、うん、音源はあの2人だけじゃなくてとってもいろんな人の力が加わってできた作品で、うん、なんか今だから撮れたやつっていう気分ではあまりないんですけど、うん、多分なんか1年後でも1年前でもできたとは思うんですけど、うん、なんかすごくなんていうんですかね、今のこの人たちと今の自分たちでできた、うん、このなんていうのかな、雰囲気とかもとってもいいんで、うん、なんか多分とってもいい気持ちになると思いますなんか自信作です、なあ、うん、すごいずっと聴けるアルバムですよね、でもこれは、うん、はい、ありがとうございます、ジュリアンちゃん、はい、ジュリアンちゃん、ありがとうございます、本当にジュリが言った通りでいろんな人たちがマジで本当に関わってくれて、で本当になんかこう思ってもない形になったというか、うんうん、なったんです、いろんな意味で本当に、それで実際とっても僕も よく聴いてる形になってて、だから僕も救われるような内容で本当に、だからとってもなんかちょっとでもなんか聞いてくれたらありがたいなと思います、うん、なんか、はい、どっか感じる部分ってあるんじゃないかなってなんか思います、はい、はい、直也くん、うん、ありがとうございます、直也くん、はい、今帰るのは沖縄市にあるポコタウンとネバーマインド、ネバーマインドです、そして、まあ、これから年末までに続いてるライブ会場で発売、そして11月9日からは各 CD 店舗にも置いている、はい、はずだと、はい、置いてもらえるように頑張るんだよね、うん、うん、頑張るそう、CD 屋さんも頑張って入荷してくださいよ、はい、本当に、はい、お願いします、いいアルバムなんで、はい、またこれジャケットも可愛いですよね、すよ本当に、フェイフォンさん、フェイフォンくんね、うんうん、すごいですよ、あかりさんがほとんどホッチギスやってますよ、皆さん、あ、そう、これ手作りなんでしょ紙を印刷したやつをカチャカチャカチャってホッチギスキランがキャベツ食べてる間にひたすらやったりしますからねうまいんですよ、うまいんですよ、本当に、ほんで焼肉でおごってもらって、賄賂、賄賂、そう、だからここまでやる約束で2日間で200万やってねっつってまあみんなで楽しくやりますちゃんとね、この手作りの愛情も入ってるわけですよ、ほんとそうですね、いいじゃないですか、はい、皆さんぜひぜひ探してみてくださいね、男性のアルバムいいなりですから、はい、はい、では最後に曲紹介お願いしましょうかね、あとあの今日はかけてないんですけれども、僕はまたこの中に入ってるネパール人という曲があるので、ね、これは皆さん買ってから聴いてくださいねネパール人っていい曲が入ってますありがとうございます、はい、じゃあ曲紹介お願いします、あ、はい、じゃあどうもありがとうございます、じゃあ最後に僕らの、あ、ん、違う、うん、いやいや僕らの大丈夫だよ、うん、合ってるよ、はい、僕らの曲だよ、あ、じゃあすいません、お願いします、僕らの曲です、あのラストグラスという歌を、はい、流させてもらいます、はい、今夜のゲストは男性のお二人でした、どうもありがとうございました、とりあえず歩くのさ、ポケットに小銭だけ詰めて、とりあえず向かうのさ、コンビニの袋を買った
街にさよなら注がれたラストバスまで空になったらなぜかな覚悟を決めて帰る君のいない夜に気をつけるとりあえずタバコに火をつけるいつまでも続かねえよ聞こえてきた言葉が冷たく感じたから俺たちまだまだいけるってことだろういつもの酒場で夜な夜な語る気持ちにさよなら注がれたラストグラスまでからなぜかな覚悟を決めて帰る君のいない夜に気をつけるとりあえずタバコに火をつけるいつもの酒場で夜な夜な気持ちにさよなら。お届けした曲は男性でラストグラスでした。告知なんかあります？11月結構先ですけど僕は日曜日にサイモンスクエアがあります。ちょっと11月のあれか、ルージュか一応言っといたら日程だけでも出演者と細かい日程と、まあ、出演者どんな人が見に来て沖縄から誰が来るのかそこはハラヘルスのサイトで CD お願いします。この人は七七ちゃんがそっか、今これ七七ちゃんは聞いてるわけですね。七七ちゃん本当にどう検索王だな、検索王です。9、8、7、6毎回ゲストを招いて音楽の話題を中心にお届けする音楽情報番組、ひとりつちなりのロックオンミュージック。来週は、はい、ハイナ所長のああインディーズラボ、うん、最終回本人登場スペシャル、はい、1時間まるっとカルトおしゃべりしながらガツッと、うん、いろいろやっていきましょうかなと思ってますので、皆さんからのメッセージやあらゆる質問などなど随時受け付けております。メールアドレスはこちら797@fmginowan.com までお待ちしております。懸命にひとりつちなり宛てと明記してください。はい、ありがとうございます。ジョジョさん、ライブ情報があるということで。はい、僕のドライブはですね、今度はあの来る日曜日、23日日曜日ですね、うんに那覇市のサイオンスクエアにてサイオンウィークエンドシーブン横丁という、うん、イベントがありまして、これ9月10月11月と投資でやってるイベントなんですけれども、うん、僕はこの23日に、やります。4時、日曜日、はい、うん、午後の4時から、うん、僕のステージ、あとはあのその後、ジャズギタリストの佐藤優吾さんのトリオ、うん、それからジャズピアニストの桜井萌さんのトリオが、他にも出ますので、ぜひぜひ野外ステージの無料みたいな感じ、ね、はい、野外なので無料です。は
はい、ですです、はい、で、ハラヘルズの情報が、はい、ちょっと先なんですけど、うん、11月27日日曜日は沖縄市のジターヌ で、うん、で東京からザ・ルージュズっていう、うん、あの3ピースの女性バンドですよね。男女混成トリプルボーカル3ピースバンドって書いてますが来るんですけど、今年のサマソニーにオーディションで受かって出演した、今、はい、勢いのあるバンドで、で出演はルージュズとハラヘルズとあと空間日和のスリーマンです。はい、ぜひ遊びに来てください、ね、はい、はい、あとですね、あの今週の土曜日、もう明日ですね、うん、吉村隆史くんが明日、あさってですね、あさってか、ごめんね、はい、そっかそっか、あさってですね、すいません那覇市のアウトプットでワンマンライブをやるってことで、はい、それがまたレコ初ライブと、楽しみ、吉村隆史くんの暴力というアルバムが、うん、いよいよ発売、はい、なんか今回のフィドルとか、あとまあトロンボーンとか、うん、あとトランペットとか、うん、なんかいろいろサポートメンバーもいっぱい入れて、うん、豪華にドカンとやるって言ってたので、うん、はい、で今日のエンディングナンバーはそんな吉村隆史くんのアルバム暴力から1曲聴いてもらいたいと思います、はい、僕はですね、この暴力のアルバムの1曲目の友達という曲もすごく好きなんですけれども、うん、なんかこの曲も吉村くんっぽいなと思ったので、今日はちょっと紹介したいと思います。それでは今日のエンディング曲です。吉村隆史で戦争に行きたい。お届けしている曲は吉村隆史で戦争に行きたい。この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。
男性のアルバムぜひ買ってください。おすすめは私と君です。入ればいいんだ。あ、そうそうそう。あ、何も考えてから、すいません。さあ。お疲れ様です。